お金持ちの皆さん、皆さんはどうやってそんなに貯金して贅沢な生活が送れるようになりましたか？逆にクレジットカードの支払いに追われていたり、頑張って副業をしているのになかなか貯金ができないという人は、旅行や高級車を買うなんてもはや夢の夢。でも実際に裕福になるためには単に何かを諦めればいいんです。という気持ちもわかります。皆さんは実際に何であれば諦められますか？週末ゴロゴロする時間？それは確かに辛いですね。成功したい人は必見です。それでは早速。1、暇な時間。真面目に貯金がしたいという人は、暇な時間を犠牲にする必要があります。どういうことか説明しますね。たまに何もすることがなくてひたすらドラマを見続けるなんてことはありませんか？ソファーの上から離れられなくなることもきっとあると思います。そのような空き時間を無駄に過ごす代わりに、新しいスキルを取得するために時間を使いましょう。裕福な人は自己成長を大切にしていて、常に上へ上へと目指しています。これはつまり、将来より多くのお金を稼げるようになる新しいスキルを学ぶということ。では一体何を学べばよいのでしょうか？例えば、アーティストとして成功することが夢だけど、セールスの経験があまりないとしましょう。この2つは関連していないようにも見えますが、どんな芸術家にも営業方法を学ぶことに多くのメリットがあります。芸術を売るためには売る知識が必要なのです。どういうことか分かりましたか？新しいスキルを取得するのには長い時間がかかります。家の近くで開催されているクラスに参加してみたり、気になるトピックに関する本を読んでみるのもおすすめです。全く知識がないことでも挑戦してみましょう。自分の殻を抜け出すというのは、新しい視点から物事を考えるための素晴らしい方法です。2、家庭。皆さんもおそらく気づいていると思いますが、自然とお金持ちになるなんてことはありません。パリス・ヒルトンのように元から裕福な家庭に生まれない限り、自分の考える裕福まで達成するためにビジネスとライフスタイルに多くの時間を費やす必要があります。とはいえ、中には結婚してたくさん子供を産みたいと思っている人もいるでしょう。すべて優先順位付けが大切です。それを望んでいるのであれば、もちろん家庭を持っても大丈夫ですが、だからといって家庭がすべてではありません。恋人を探したり子供を追いかけるのに全力を尽くすのではなく、自分のキャリアについてもしっかり考えて注意を払ってみましょう。バランスがとても重要で、時には自分のわがままを突き通してもいいんです。この犠牲をしっかり対処する方法として、タイムラインを作ることがおすすめです。子供が欲しいけれど経済的な余裕も欲しいという人は、30代の年齢を設定して家庭を持ってみましょう。そうすれば20代は全力で自分自身に集中ができます。また目標を持っていると自分で自分の背中を押すこともでき、モチベーションにもつながります。3、華やかなライフスタイル。確かに贅沢で華やかに暮らしているお金持ちもいるけれど、最初からそのようにお金が自由な生活をしていたという人はあまりいません。本当に必要なもの以外お金を使わないようにしましょう。洋服やアクセサリーは予算内に収めてください。好きなものを何でも買ってお金を使ってしまうと、貯金どころか支払いに追われて生きることになるでしょう。この犠牲は本当のお金の価値を教えてくれます。また何に使っているのか把握もできるようになりますよ。そしてある程度のお金が貯まったら、ずっと欲しかったベルサーチェのジャケットやフェラーリを購入することができます。4、睡眠。一晩で8時間寝ることによって裕福になれると思っている人は注意が必要です。確かに7、8時間寝るのが理想だと言われていますが、キャリアで成功するためには時には徹夜も必要です。1日24時間もあるのに足りないと感じることもあるでしょう。夜遅くまで働いたり複数の仕事を持つと確かに疲れ果てます。そうなることを事前に覚悟しておきましょう。ビジネスインサイダーによると、億万長者のイーロン・マスクは6時間しか寝ていないそうです。お金持ちになった今でも、それでも大抵の人は一生懸命働いている時ほどしっかり体を休ませたいと思っていることでしょう。そのような人は重要な会議や締め切りと同じように休憩の時間を予定の中に入れておきましょう。
今は十分じゃなくても、将来美しいビーチでゆっくり休んで贅沢な旅行もできるようになりますよ。5. 気が散るエンターテインメント。この犠牲は確かに難しいかもしれません。ソーシャルメディアを使えばクリック一つで簡単に情報が入りますよね。でもオプラ・ウィンフリーは間違いなくインスタグラムをスクロールして午後を無駄にしていません。何か新しいビジネスや技術を磨こうとするとき、気が散るものは簡単にあなたを押さえつけてしまいます。例えば映画、テレビ番組、コンサートなどの娯楽は重要な時間だけではなくお金も浪費してしまうんです。考えてみてください。1ヶ月の間何回か映画館に行ったりコンサートに行くだけでも数万円の費用がかかるだけではなく多くの時間も取られますよね。毎週末もしくは平日でさえも極楽に気を取られるのではなく1ヶ月に1回だけ楽しめる日を作ってみましょう。そうすれば月に一度だけ罪悪感なくテレビを見ることができます。6. 予測のできる人生。いつか億万長者になることを目指している人は安定して快適な生活を送るという考えを手放す必要があります。成功するためには新しいチャンスをつかむことがとても大切で、もしかしたらそれが1年間の海外移住というならやってみましょう。変化を恐れたり大きなチャンスを拒んだりしないことです。キャリアアップにつながるチャンスを断るというのは間違いなくもったいないです。二度と同じチャンスが来ないかもしれませんよ。例えばカーダシアン姉妹を見てみましょう。自分のブランドを作り上げるために何年もかけて様々な州、時には国に行って製品やテレビ番組を宣伝していますよね。毎日バタバタと過ごしていたからこそ毎日寝る時間も違っていたかもしれません。彼女たちは名声と裕福のため単純に予測のできる人生を犠牲にしたんです。そして努力が報われました。 7. 楽な生活。確かに2019年は楽や簡単がテーマかもしれません。でも節約して成功するために努力するとなると快適な生活はほぼ間違いなく不可能です。快適というのは超快適なキングサイズベッドや性能の良いトイレだけではありません。生活が少しだけ楽になる日常的にお金をかけるものも含まれています。例えば最新のワイヤレスヘッドホン、ワイヤーが絡まることなく曲を聴くのも良いかもしれないですが、本当に何万円も使う価値はありますか？また高級マンションに住むのではなく少し窮屈なワンルームマンションに住むだけで支払いが厳しく感じず、きちんとお金の節約ができます。このような犠牲はわずかなものに思うかもしれませんが、合計すると大金です。節約したお金はビジネスの成長や目標を達成するために使いましょう。そうすると人生の後半でついにプライベートジェットを持った快適な人生が手に入るかもしれませんよ。 8. 他人からの評価を気にする。人生は高校生活の延長ではありません。人から好かれようとしなくても大丈夫なんです。あなたのことが嫌いな人がいたとしても気にしないでください。周りの人を尊重するのも大切ですが、自分を変えてまでなだめる必要はないんです。結果、自己成長の妨げになることもあります。例えば職場で上司と重要な出張に行く機会があり、ほぼ間違いなく昇給や昇格が保証されているとしましょう。もしかしたらあなたと同じくらい時にはもっと高い能力を持った同僚がいるかもしれません。そんな時は嫌われないかなと心配するのではなく、このチャンスを最大限に利用しましょう。目標に向かって努力をするというのは友達を作るのではなく努力に値するものを手に入れるということ。そしていつかバハマ沖でヨットのパーティーを開く時が来たら自然と友達も作れますよ。大丈夫です。上へ上へと目指すためには多くのことを犠牲にしなくてはなりません。でも努力は必ず報われるということを覚えておきましょう。一生懸命になると後から甲斐があったなと思う日がきっとやってくるでしょう。ちなみに皆さん、お金持ちになった時はお金を貸してくださいねなんて冗談はさておき、他にも成功するために犠牲にするべきものはありますか？下のコメント欄で教えてください。新しいことが学べたという人はこの動画を高評価して友達にもシェアしましょう。でも待って、まだまだありますよ。
ブライトサイドでは約2000個以上の動画が揃っています。気になる動画をクリックしてぜひチェックしてみてくださいね。引き続きブライトサイドをよろしくお願いします。